カープの FE 交渉における噂、残留交渉にコーチ手形を切っている。FE 宣言後の残留は認めない。今回鈴木本部長がしっかりと回答していたので、ご紹介していきます。まずコーチ、監督手形を切って流出を防いでいるという噂。鈴木本部長は、残ってほしいからといって監督やコーチの手形を切ったことは一切ありません。実績とともに人間性もある選手ならそこを目指せという話はしますが、約束することはありません。と目指すところとしての話はするけど、約束はしたことないとのこと。まあさすがにしょじゃろうな。コーチの要請はまず人間性、選手に慕われているかどうか、そこを重視して決めてるそうだね。 FE 宣言後の残留については、選手が市場に出ると年俸が釣り上がるため、球団としては出る前に引き止められる最大限の条件提示をしています。それでも選手が提示額を踏まえて FA 宣言すれば、獲得したい他球団がうちより低い条件を出すことはありません。そこでマネーゲームはしません。カープへの愛着が上回れば良いですが、結果的に宣言イコール移籍になります。と宣言後の残留を認めていないのではなくて、宣言後のマネーゲームに参加はしない、必然的に対談となるそうだね。過去の宣言選手と対応からあれと思うこともあるけど、本部長が言うにはこういうことらしいよ。昔と違うて寛容になってきておる気はするの。お金がないカープだからこその事情もあったんだよね。ということで、カープの FE 残留交渉のお話でした。